兵庫県大発区は日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年の公職選挙法改正で設置。1994年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。中選挙区の旧兵庫区時代から公明党は一定の得票率を確保し常に位置、議席を確保していたが、 小選挙区制となってからも1996年は、新進党のブームに乗り、2000年、2003年、2005年は、選挙協力で自由民主党と選挙協力を行った、冬島鉄道が当選し続けた。うち2000年の総選挙では、兵庫県独自の枠組みによる、連合、後藤協議会の影響から民主党も、候補を擁立できなかった。後に、 民主党は1996年、2000年ともに、辞典だった室井国彦を擁立することになったが、選挙区では合わせて4度辞典に終わり、議席を獲得できなかった。2009年の選挙では、民主党と選挙協力をした新党日本、代表の田中康夫が冬芝を破って当選。2012年の選挙では、冬芝の後継となった中野博雅が田中から議席を奪い返し、 それ以降は中野の当選が続いている。第49回衆議院議員総選挙10月31日、兵庫県第八区時の内閣第1次岸田内閣解散日、2021年10月14日公示日、2021年10月19日当日、有権者数38万6254人、最終投票率。 48.83%第48回衆議院議員総選挙10月22日兵庫県第8区時の内閣第3次安倍第3次改造内閣解散日2017年9月28日公示日2017年10月10日当日有権者数38万5935人最終投票率42.09%第47回衆議院議員 総選挙12月14日、兵庫県八白時の内閣、第2次、安倍改造内閣解散日、2014年11月21日公示日、2014年12月2日、当日有権者数、378人最終、投票率 45.、45.87%第46回衆議院議員、総選挙12月16日、兵庫県八白時の内閣、 野田第三次改造内閣解散日、2012年11月16日公示日、2012年12月4日、最終投票率、57.51%第45回衆議院議員、総選挙8月30日兵庫県第8区時の、内閣、麻生内閣解散日、2009年7月21日公示日、2009年8月18日、最終投票率。 67.27%第44回衆議院議員、総選挙9月11日兵庫県八白時の内閣、第2次、小泉改造内閣解散日、2005年8月8日、公示日、2005年8月30日第43回衆議院議員、総選挙11月9日、兵庫県八白時の内閣、第1次小泉第2次改造内閣解散日、 2003年10月10日、公示日。2003年10月28日第42回衆議院議員。総選挙6月25日兵庫県大八区時の内閣。第1次森内閣解散日。2000年6月2日、公示日。2000年6月13日第41回衆議院議員。総選挙10月20日兵庫県大八区時の内閣。第1次橋本内閣解散日。 1996年9月27日、工事日。1996年10月8日。ありがとうございます。